東京から箱根間を行きの往路と帰りの復路の2日間計10人10区間で走る正月の風物詩と言われる箱根駅伝。今回はその中でも快走を見せたルーキーとその後に迫ります。1人目のエントリーは山梨学院大学古田哲弘選手です。箱根駅伝ファンであれば一度は必ず耳にするであろう古田選手は静岡県出身で、中学時代から全国大会で 3000m の優勝をするなど世代を引っ張る選手であり、高校でも 5000m 13分55秒を叩き出し、武井隆二選手の持つ日本人高校記録の更新、そして都大路でも区間2位ととてつもない実力を持っており、大学は山梨学院大学に進みます。1年目から古田選手は活躍し、第73回箱根駅伝では8区を任されます。山梨学院大学は往路終了時点で中村雄二選手の区間賞の快走があったものの、首位神奈川大学からは7分44秒離された5位で、順位を上げるには古田選手の爆走が必要でした。そして8区に古田選手が助けを受けます。順位は5位でしたが、ここからスーパールーキー、そして監督からのコメントに恥じない爆走を見せます。早稲田中央を捉え、とてつもないペース、そして持ち前の流れるような柔らかく走る姿、全てが1年生とは思えない走りでした。そのまま3位で中継所に飛び込んだ時のタイムは1時間4分5秒。強い追い風を考えても区間2位に2分6秒差をつける、まさに圧巻の走りでした。その走りでチームは総合2位でフィニッシュ。また山梨学院の時代が来ることを誰もが予想した瞬間でした。しかし2年生からは怪我に苦しみます。そのため2年目の箱根駅伝も当日変更で出走はできませんでした。3年目も故障に苦しみ、なんとか箱根に間に合わせ2区を任されますが、区間最下位、持ち前の柔らかい走りは影を潜めます。同校の現明治大学監督の山本選手や法政大学監督の坪田選手が成長する中、古田は終わったという声も少なくはありませんでした。しかし天才ランナーはこれでは終わりません。4年生になり、出雲、全日本で共に区間賞、そして最後の箱根駅伝で2区、万全な調整もできていたとのことでしたが、1年時の輝きとはいかず区間5位で、選手に後半抜かれながらも粘るこの走りは、怪我で箱根駅伝を走れなかった同郷山本選手へ送る意地の走りでもありました。この古田選手が伸び悩んだ理由は怪我だけではなく、筋トレもあるのではという意見もあります。そして卒業後も謎が多いのが古田選手です。日清食品を2年で退社すれば、地元で DJ をやっている、結婚して離婚した、再就職した会社も辞めたなどの真偽が定かでない噂もあり、大学生の私にはよくわからないところです。もし何か情報を知っていれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただきたいです。ただ言えることは、20年以上破られなかった8区区間記録のあの輝きを持った1年時の走りをもう一度見たかったというのは、多くの駅伝ファンの願いであるということでしょう。続いてのエントリーは佐藤悠基選手です。佐藤選手も中学時代から世代を引っ張ってきた選手であり、 3000m 中学新記録を出すなど活躍し、高校は長野県の名門佐久長聖高校に進み、1学年上には現立教大学監督上野雄一郎選手もいるなど、強力な仲間、そしてタフな環境で現東海大学監督の諸角先生の指導を受け、さらにタイムを伸ばし、高校卒業時のタイムは 5000m 13分45秒、1万メートル28分7秒まで伸ばします。この1万メートルの記録は19年経った今でも破られていないタイムです。そのため当時の佐藤選手には逸話も多く、インターハイ優勝前に30キロ走をしていた、強豪校指導者が佐藤に一周差つけられなければインターハイに出れるからと言っていたなど、到底信じられない話も多いです。箱根駅伝の雑誌でも尊敬する人物を3年連続佐久長聖時代の恩師諸角林先生と答える佐藤選手は、その先生の母校でもある東海大学に進学します。当時の東海大学でも4年生に中井翔太選手、1学年上には伊達選手という切磋琢磨できる環境を生かし、1年目で日本インカレ1万メートル優勝、出雲駅伝でも2区区間賞で優勝に貢献する
という1年生とは到底思えない活躍をし、箱根駅伝でも3区を任されます。戸塚中継所でタスキを11位で受ければ体調が少し悪く、1時間4分15秒が設定だったと言いつつも、前を行くランナーをバッタバッタと抜いていき、足が痙攣しつつも気づけば10位も4位まで上げ、タスキを渡した時のタイムは1時間2分12秒の区間新記録。区間2位の選手に1分30秒の差をつける快走でした。語り継がれる佐藤伝説は翌年も続きます。今度は体調が万全で1区にエントリー。スタート時から先頭に出れば2キロから独走。5キロ通過が14分6秒。10キロ通過が28分18秒。15キロ通過が42分33秒で、区間新記録はほぼ確実と見えます。ただハイペースの体への代償は大きく、6号橋で足が痙攣を起こします。しかし佐藤選手は足を止めることはなく、ハーフマラソン通過も当時の日本記録よりも早く、解説の瀬古氏にも偉いと言われ、そのまま中継所に飛び込み、渡辺康幸選手の記録を塗り替える走りには、実況に空前絶後の区間新記録と言わしめる超人的な走りでした。佐藤選手はレース後、痙攣していなかったら0分台も出ていたと話しており、スーパースターの凄さを感じさせます。翌年も7区で区間新記録。4年時は体調不良、故障に苦しみながらも3区区間2位の走りを見せます。卒業後も佐藤選手は日本陸上の最前線に立ち続けます。実業団日清食品グループに進み、トラックでは1万メートル日本選手権4連覇と無類の強さを誇り、世界の舞台にも立った男は36歳になった今なお現在もハーフマラソン、フルマラソンでベストを更新し続けており、本気で世界を目指す選手には年齢は関係ないと話す、数々のタイトルを獲得してきた佐藤選手の現役生活はどのような結末を迎えるのでしょうか。3人目のエントリーは東洋大学柏原隆二選手です。この2代目山の神と呼ばれる神童は、大学入学前、前の2人とは違い、決して順調な選手生活を過ごしていたわけではありませんでした。福島県出身の柏原選手は、高校も県内のいわき総合高校に進学しており、貧血に苦しみ、都大路にも縁はありませんでした。その柏原選手は、同じ福島県出身の先輩、元祖山の神の今井選手の走りを見て、箱根駅伝、そして5区山登りに憧れを持つようになります。大きな実績を持っていなかった柏原選手ですが、箱根駅伝に出るために、同じ県内の強豪校、学法石川高校の顧問にその思いを相談します。その顧問が現東洋大学監督の酒井俊之先生でした。酒井監督は柏原選手の熱い思いに動かされ、東洋大学コーチの佐藤コーチに福島県まで足を運んでもらい、東洋大学への進学が決まります。そして高校最後の都道府県対抗駅伝で、柏原選手は高校生区間の1区を走り、当時注目の八木選手などを破り区間賞を取り、その存在を世間の多くが知ることとなります。東洋大学入学後はその潜在能力を存分に発揮し、関東インカレでも1万メートルで3位となり、表彰台を飾り、全日本大学駅伝では区間賞も獲得しています。柏原選手は山が速く平地では速くないと誤解している人も多いですが、1年時はほとんどの大会で日本人相手には負けなしであり、実力も同世代では頭一つ抜けていました。そして箱根駅伝では憧れの5区を任されます。9位で助けを受けた時の首位との差は4分58秒、逆転はほぼ不可能にも見えました。しかし柏原選手は必死の形相でオーバーペース覚悟で突っ込み、どんどんと選手を抜いていきます。後ろの運営管理者に乗る佐藤監督代行も一旦ペースを落とそうと声をかけますが、気にすることなく前へ前へと柏原選手は歩を進めます。気づけば2位の山梨学院も捉え、残りは先頭の早稲田のみ。先頭を捉えれば一気に差を縮め、ついに前に出ます。しかし前の早稲田大学三輪選手は4年生最後の箱根、早稲田を率いる渡辺監督が著書の中で、多数の教え子がいる中でも一番印象に残ると話す三輪選手は、星稜高校時代から同期の本田圭佑選手と共に切磋琢磨していました。
しかし大学入学後の1年次は当日いきなりエントリー変更で10区を任され、そこで4人に抜かれシード権を落とし、前年には9区で駒澤大学に首位を明け渡すなど悔しい思いをしており、不退転の覚悟で箱根に挑んでいました。そのため一度柏原選手は宮選手を話しかけましたが、序盤のハイペースもあり宮選手が意地を見せ、もう一度下りで追いつきます。ただ最後決死のスパートを柏原選手が見せ、宮選手を引き離し初の東洋大学往路優勝をつかむ、まさに衝撃的な神の走りでした。復路でも早稲田大学と抜きつ抜かれつの攻防を見せますが、柏原選手のエネルギーが伝わったのか、8区の千葉選手が早稲田を離し、そのまま総合初優勝を決めました。さらにその後、柏原選手は2度箱根に優勝し、チームを強豪に成長させ、東洋大学を卒業しますが、その決死で走る表情は、まさにその1秒削り出せのテーマを最も再現した選手で、一気に東洋大学人気を押し上げた男でもあります。実業団ではこれまた福島の先輩藤田選手への憧れから富士通へ進みますが、怪我に苦しみ27歳の若さで引退。その後はアメフトのマネージャーをしたり、ランニング教室に講師として参加したり、持ち前の笑顔を振りまいていますが、大学駅伝の指導者として帰ってくることはあるのでしょうか。2人目のエントリーは日本体育大学住智彦選手です。眼光の鋭いこの隅選手もまた高校時代に都大路1区で区間4位、国体少年 A でも 5000m 5位と実績を残しています。日体大に進学後は1年生ながら同学年の星名選手、稲垣選手と共にチームを引っ張ります。そして第80回箱根駅伝には1区隅選手、2区星名選手と2人の1年生を並べ、攻めのオーダーを別府監督は起用します。高校時代から1区はテレビで目立てると言っていた隅選手が、この起用で燃えないわけがありませんでした。レースが始まれば山梨学院大学橋の口選手が飛び出します。そこで隅選手は落ち着いて第2集団で走り、16キロまでにその集団から前の橋の口選手に駒澤大学太田選手と共に抜きます。この太田選手も3年生で前年区間賞を8区で獲得し、駒澤の逆転優勝に貢献しており、その走りを見て感動した女性と文通を取り、この箱根駅伝で優勝したら付き合ってほしいと話していたため、並々ならぬ思いでこの箱根駅伝に挑んでいました。しかしこの太田選手の6号橋での仕掛けにも隅選手は動じず、2人の肩と肩がぶつかる熱戦で得意のラストスパートまでじっと待ち、残り 400m を切って溜めていた一発のスパートで太田選手を突き放し、見事にスーパー1年生の区間賞を見せつけました。2区の星名選手も総合順位を3位でとどめ、そのまま総合順位は9位、隅選手の区間賞がなければシード権も危うい順位でした。翌年にはさらにスーパールーキー北村選手も入学し、着実に戦力は揃い、箱根駅伝でも隅選手は区間3位、そしてチームは総合2位、駒澤大学の5連覇を止めるのは日体大かもしれないと予想したファンも多く、次年度の期待は高まるばかりでした。しかし3年次から隅選手は不振にあえぎます。出雲、全日本も未出走、下級生の時の強い選手を追う存在から追われる存在になったことがプレッシャーになったとも話しており、優勝を狙った82回箱根駅伝で1区を任された際には序盤から飛び出したものの失速し、区間17位でチームも総合順位が9位。その隅選手への非難は強く、隅ダメだもう出てくるなという声もあり、さらにそれがプレッシャーとなり、出雲、全日本も4年生で迎えたものの共に1区で区間15位、その後は夜も眠れず陸上もやめようと思ったと言います。しかし行きつけのラーメン屋で店長にそのことを伝えると、店長は走っている時を応援するのがファンではなく、辛い時にこそ応援するのがファン、俺たちは応援しているから頑張ってほしいと言われ、泣きながらラーメンをすすり、全ての気持ちは吹っ切れました。そして最後の箱根駅伝で隅選手は7区にエントリー。覚悟の丸刈りで出雲、全日本とは違い楽しみで寝れなかったという男は4位で助けを受け、じっくりと抑えて徐々にペースを上げ、最後に3位の日大を捉える姿には、過去とは違う
己の全てを出し切るチームへの感謝、天国と地獄を味わった箱根駅伝への思いの全てが詰まった走りがありました。つみ選手は区間賞を獲得し、チームも4位。12月のノロウイルスの主力感染のトラブルから考えれば十分な順位でした。そんなつみ選手は現在家業を継ぐために地元愛知で働いており、かつての行きつけのラーメン屋にも遠いところからバイクで通っています。かつてのこわもてな様子とは違い、その表情には笑顔が溢れています。最後に番外編。番外編で紹介するのは國學院大学寺田夏樹選手です。今話題の寺田選手は第87回箱根駅伝に1年生で10区に出場します。この大会が寺田選手のその後の運命を変えることを、まだこの時の寺田選手は知りません。この大会まで國學院大学は一度もシード権を獲得したことがありませんでした。そこで寺田選手が助けを受けた時の順位は11位。その前の城西、日体、青学にすぐに追いつきます。この中でシード権を獲得できるのは3校。残り1キロから余裕のあった寺田選手は集団の前に出て、シード権は確実のように思います。残り 150m、 ついにその時は訪れます。ラストスパートをかけた寺田選手は、まっすぐ先に見えるゴールではなく、中継車と共に警備員もいるものの交差点で右折。寺田選手がコースを間違えたのを気づいた瞬間には、もうすでに3チームとも前を行っていました。しかし残る力を振り絞り、城西大学を捉え、なんとか10位でフィニッシュ。全国のお茶の間が肝を冷やした瞬間であり、國學院大学の出願者数にも最も影響を与えた男として、この男の伝説は後世に語り継がれています。この間違いには運営管理者から若き前田監督も反応し、その反応は1分間でわかる前田監督の喜怒哀楽と評されたことです。この衝撃的なルーキー時の走りで一躍有名になった寺田選手は、この翌年からエースに成長し、今の國學院大学の基礎を作ったと言っても過言ではありません。そしてこの交差点は以後寺田交差点と名付けられており、ここに眠る寺田の魂を成仏するにはまだ年数がかかりそうです。いかがだったでしょうか。毎年多くの1年生が箱根を駆け抜けます。今年度は予選会を東農大の前田選手が突破して、本戦でルーキーとは思えない走りをしてほしいと個人的には思っています。このチャンネルは今後も大学駅伝に関する動画を上げていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。